ウッドデッキを借りました。ラッシュガードもちゃんと借りました。ねえ、すごい。次男は海に入った早々クラゲに刺されてへこんでます。もう入りたくないって言ってる。でもそんなに心配いらないクラゲだそうです。ベトナムの時に買っておいたこちらクラゲにもいいそうです。よかった持ってきて。綺麗な尾な、エメラルドグリーンだね。ほんとほんと。すごい透明度。全然ガタガタ。敷物もバッチリ持ちました。うん、月見えてる。ここにしよう。じゃあ敷物引いて。うん、お願いします。でもすごいさ、ふわふわで綺麗だし、芝生がちょうどいいかもね。はい、これお母さんそっち側置いてくれる。だったら大体枕とか持って帰らなかった。あ、枕ね。うん、よし、これでいいね。ですね。うん、ありがとていた炭酸水が届いたんですけど、届けてくれた宅急便のお兄さんが、ここの持ち手がね、ちょっと潰れちゃって申し訳ないですってね、お断りをおっしゃったんですよ。びっくりしました。こんな綺麗な段ボールの状態でね、荷物が届くことにもびっくりなのに、これぐらいで本当に丁寧にお仕事されてるなと思ってびっくりしました。日本生活を始めたので結構ね、ネット注文したりで届く段ボールが多いんですけど、箱はボコボコになってないし綺麗な状態で届くので、なんかすごく日本らしいなと思っています。ゴミが出そう。